コーンウォール、コーンウォールは、イングランド南西端の天霊カウンティーかつ他日、自治体である。連合王国の最も南及び西に位置し、コーンウォール州とも呼ばれる。形容詞は、英語で、コーニッシュ、コーニッシュである。独自の文化や言語、貴族意識を持った地域であり、イングランドの他の地域とは面向きをことにしている。コーンウォール語で、あるいは、と綴られる。 6つのケルト地域のうちの一つである。名目上は、連合王国の国王の長男が世襲の爵位である、コーンウォール公として領有する。は、日本語では、コーンウォールのほか、コーンウォール、コーンワルなどの表記が行われている。イングランドの行政区分であると同時に、地質、地理上の概念でもあり、歴史的に独特の文化を要する地方でもある。地理的な概念としては、 コーンウォール半島、コーンウォール半島、コーンマル半島と呼ばれることもあり、この文脈ではデボン、デボン州地域も含めたより広い範囲を指すこともあイングランドを大まかに北部、中部、東部、南部に区分すると、コーンウォールは南部に属する。南部は南東部と南西部に区分されることもあり、この場合にはコーンウォールはイングランド南西部に位置する。 1990年代に導入された新たな地方区分制度リージョンではイングランドは旧地方に区分されておりそのうちサウスウェストイングランド南西イングランドの一角をなす南西イングランドは文化的地質的特徴によってさらに東西に区分される場合もありコーンウォールはデボンと共に南西イングランドの西部に位置づけられるイングランドの歴史的 古典的地方区分は19世紀に体系化されて、カウンティと呼ばれる地域に編成されている。コーンウォールは、行政カウンティ、アドミニストレーティブカウンテス、1889年から1974年、都市及び、人種カウンティ、メトロポリタンノン、メトロポリタンカウンテス、1974年代、単一自治体、ユニカリーオーソリティ、1992年代や、 天霊カウンティ、セラモーニルカウンテスといった諸制度の下で、いずれもコーンウォールという一区分として扱われている。特に行政区分としての文脈では、コーンウォール州、コーンワルシャー、コーンワル、シャーなどの表記が行われる場合もある。半島の南西の沖合に位置するシリー諸島は、地方概念や天霊カウンティでは、コーンウォールに含める一方、ディストリクト、 行政区画としては、コーンウォールと並び独立した単一自治体っている。コーンウォール半島、南西半島はグレートブリテン島の南西部にある半島である。西と北、ケルト海、大西洋、ブリストル海峡、南、イギリス海峡を海に阻まれて、地形的にイングランドが孤立していたため、古代から比較的独立した文化圏を形成していた。 半島の西の端部は、ペンウィズ半島、ペンウィスペニンシュラとも呼ばれる。その突端のランズエンド岬は、イギリス本土の最西端、地の果てとして知られる。コーンウォール半島は、イングランド本土から、ケルト海へ、南西に伸びており、北側は、ブリストル海峡、南側は、イギリス海峡に挟まれている。イングランド本土とつながる半島の東側には、都と呼ばれる高地がある。 半島の中央部の高地はダートムーアと呼ばれ、高い地域では標高2000フィート約600メートルに達する。その東側をが北から南へ流れている。エクセ川はサウスウェストイングランド、南西イングランドを地質的に東西に分ける境界となっている。エクセ川流域の定地、デボン平野にはデボン州の行政の中心都市エクセター、公約12万がある。 ダートムーアの西側を北から南へ流れるは、デボン州とコーンウォール州の境になっている。川口部の港湾都市プリマス。デボン州、人口、約25万は、コーンウォール半島最大の都市で、アルマダの海戦で、スペイン艦隊を撃破したイングランド艦隊やアメリカへ、移住したメイフラワー号の出発地として知られている。半島の先端部は南北に分かれており、 南側のはイングランド本土の最南端。北側のランズエンド岬はイングランド本土の最西端となっている。両岬に挟まれたイリエと呼ばれる。湾に浮かぶセントマイケルズマウント、セイミカエル島は引き潮時のみ本土とつながることから、イギリス版モン、サンミシェルと呼ばれる観光地になっている。コーンウォール半島は大西洋から来る。 西寄りの強い風によって引き起こされた波浪により、海岸が激しく侵食されており、沿岸の大部分はリアス式海岸になっている。このため海岸線が 1200km と長く、陸地面積に対する海岸の比率はイングランドで最大となっている。海岸線が複雑に入り組み、険しい断崖と断崖の間の入り江には侵食で、生じた砂礫が堆積して、砂浜ができて、 天然の良好として利用されてきた。プリマスやファルマスなどの港町がその恒例である。また、こうした複雑な海岸線は歴史的に陸上交通路の発展を阻害し、この地方がイングランドの他の地域から孤立する要因にもなってきた。川の再下流に位置する橋が川口からかなり内陸に入り込んだ場所にかけられている場合も、目立ち、エクセターやトゥルーロなどはその橋の周りに、 町が形成されたものである。近現代になってこうした川口部の入り江に橋が建設されるようになっており、国道 A38 号に設けられたが、その代表例である。また、強い侵食作用の帰結として、古生代5億から2.5億年前に遡る古い岩盤が露出しており、リザード岬はイギリス諸島で最古の岩であるジャモン岩の発見地としてよく知られている。 ダートムーアなど半島内の高地も、こうした侵食を耐えたヒナリーワーから形成されており、一帯は河口岩石材の供給地となってきた。海岸線が入り組んでいることから、デボン平野の一部を除いて、すべての地域が海岸線から20マイル、約32キロメートル以内の範囲にあり、この地方の気候や産業に大きな影響を及ぼしている。コーンウール唯一の式で、 コーンウォール議会が置かれているのはトゥルーロである。ファルマス近辺は港が有名である。セントジャストインペンウィズはイングランドで最も西にあるタウンであるが最も大きいペンザンスが同じことを主張している。セントアイブズ・トッパドス島は今日で主に旅行やレジャー用の船が停泊する小さな港として賑わっている。マウゼルはスターゲージバイ発祥の地としても知られる。 小さな漁村であり、ここを含めた一帯はに指定されている。北岸にある、ニューキーやさらに北にあるビュードは、ビーチで有名で、サーフィンも人気である。セントオーステルは、カウンティ最大のタウンで、トゥルーロより、人口が多く、コーンウォールの東土産業の中心である。レドルースや、カンボーンは、コーンウォール最大の都市圏を形成しており、どちらも19世紀には、 国際的な鈴工業の中心地として重要なタウンであった。19世紀には近郊の銅山も非常に産出量が多かった。コーンウォールはデボンのカウンティとテーマー側で接している。コーンウォールとクレートブリテンの他地域をつないでいる主な道路としては A38 である。トーポイントフェリーはプリマスをハーモーズの対岸にあるトーポイントとつないでいる。 イザムバードキングダムブルネルが1859年に作った鉄道橋であるロイヤル・アルバート橋はその他は唯一の主要な交通路である。主要なシティであるプリマスはコーンウォール東部に最も近い大都市圏である病院、百貨店、道路、鉄道交通、文化施設などのサービスの点で重要な場所である。ニューキー、コーンウォール国際空港は UK、アイルランド、 ヨーロッパの他の地域とコーンウォールを空路で繋いでいる。ブリストル海峡の向こう側にあるカーディフトスボンジーは過去にコーンウォールとフェリーで接続されていたこともあるが現在は運行していない。シリー島はペンザンスからフェリーでセントジャストに近いランズエンド空港とニューキー空港から飛行機で行くことができる。シリー島のセントメアリ空港にはデボンのエクセター国際空港からも 空港アクセスが可能である。セイピランの旗は広くコーンウォールの旗として認められており、コーンウォール人の象徴として用いられるほか、カウンティの旗としても用いられている。セイピランの旗は黒地に白い十字である。セイピランは、鈴を見つけた際に、黒墨や灰の中に白い鈴があるのを見てこの二つの色を採用したと言われている。1826年。 デイビーズ・ギルバートはこの旗を古くからの聖ピラン記でコーンウォールの旗だと述べている。コーンウォールの守護聖人は聖ミカエルや聖ペトロックであるという主張もあるが、聖ピランは三人の中でずば抜けてこの地域で人気があり、国際的に聖ピランの旗がコーンウォールの旗である認められている。3月5日が聖ピランの日であり、 世界中に移住したコーンウォールの人々がこれを祝う。コーンウォール語はケルト系の言語であるが、ウェールズ語やブルトン語、ブレース語により近く、一方でアイルランド語やスコットランドゲール語とは関係性が低い。コーンウォール語を共同体の言語として使用する地域は18世紀末まで存在し、1914年に、 最後のネイティブスピーカーが亡くなったことが2011年に分かった。1904年にヘンリー・ジェナーのコーンウォール語ハンドブック、ハンドブック・オブ・ザ・コーニッシュ・ランゲージが発表された後、コーンウォール語復興の機運が高まった。2000年の調査では300人程度がコーンウォール語を流暢に操れると推定されている。コーンウォール語は12の初等教育学校で教えられ、また、 宗教儀礼や地方自治体のイベントなどで使用されてり、2002年に連合王国政府より少数派言語として公式に認知された。2005年には限られた額ではあるが政府からの拠出金も受け取った。聖書法が2008年に定められた。コーンボールの工業で使用される単語の中には、英語でも工業用語として用いられているものがいくつかある。コーンボールは、 ナショナリズム政党であるメビオンケルノー、メビオンケのセルティックリーグ、インターナショナルセルティックコングレスなどいくつかの組織により、ブルターニュ、アイルランド、マンジマ、スコットランド、ウェールズと並んで6つのケルト民族地域、ケルティックネーションズの一つとして認められている。アストリアス州やガリシア州と並び、コーンウォールはマンシマ政府やウェールズ政府から8つの ケルト民族地域の一つとしても認可されている。コーンウォールは、ケルト民族地域の一員として、毎年ブルターニュで、ケルト文化を祝うために開催される、ロリアン館、ケルトフェスティバルに参加している。コーンウォール地方議会は、コーンウォールの独特な文化遺産と、地域的特色を高く評価している。議会は、コーンウォールの言語や風景、ケルト系のアイデンティティ、政治史、 人々が住む有様、海運の歴史、工業遺産、非国教徒的な伝統などを特徴的な文化として位置づけている。しかしながら、コーンウォールに住む人々のうちどの程度の人数が自分たちことをコーンウォール人、コーニッシュと考えているのかについては不確定な部分も多い。国勢調査などの隠し調査の結果は一定していない。2001年の国勢調査では、 コーンウォールに住む7%の人が自分たちをブリテン人、ブリティッシュやイングランド人、イングリッシュというよりはコーンウォール人だと考えていると答えている。活動家たちの主張によると、これは国勢調査の公式フォームにコーンウォール人という明らかな選択肢がないためであり、人数を過小評価しているということになる。続いて行われた調査では44%もの。 人々が自分たちをコーンウォール人だと考えているということが示された。コーンウォールには国勢調査でコーンウォール人という選択肢があればこの問いは解決するという人も多い。コーンウォール人としてのアイデンティティを主張する人は3万7千人もいるという数字がしばしば引き合いに出されるが、こうした人々の考えに関連し、2011年の国勢調査の質疑提言には、 エスニックアイデンティティを選ぶプロセスの説明が含まれていた。2014年4月24日にコーンウォール人は EU の少数民族保護枠組み条約で少数民族としての位置づけを認められた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。